皆さんこんにちは、ゾノさんです。今回ですね、初のミュージックビデオをですね制作してきました。ありがとうございます。今回ですね、あのミュージックビデオをですね、まあ、撮影したんですけれども、まあ、撮影したあのアーティストの方がですね、まあ、ユニゾンスクエアガーデンさんというあのアーティストの方で、曲名がですね、カレイドプラウドフィエスタという曲名でですね、あのネットフリックスであのアニメ化されるタイガー&バニー2というですね、まあ、アニメのオープニングテーマにあの選ばれている曲でですね、まあ、そちらのミュージックビデオをですね、私ゾノさんがですね撮影することになりまして、無事撮影を終えてきたんですけれども、いやでもすごいですよね。ネットフリックスで全世界で配信されるらしいんですよね。で、ネットフリックスで配信されるそのアニメの主題歌をですね、ミュージックビデオを撮るという、まあ本当なかなかない機会をいただきまして、で、今回ですね、あのスマートフォン一つで、まあ、撮影してきたんですけれども、実際にあの撮影した映像をですね、僕のプロフィールの概要欄にリンク貼ってますので、まだ見てない方はですね、そちらチェックしていただければと思うんですけれども、まあ実際ですね、このミュージックビデオを、まあ、撮影するにあたって、今回の、まあ、撮影の裏側とか、どうやってミュージックビデオを作っているのかっていうところで、僕もまあ本当初めて、音楽、まあ、ミュージックビデオっていうものをですね、まあ、撮影させていただいて、すごいこんな感じで撮影してるんだみたいなところですね、あったので、まあ、裏側も含めてですねお話できればなというふうに思ってます。まあ、全体の構成としては結構まあミュージックビデオをまあスマートフォンで撮るっていうことだったので、場面の転換とかですね結構早くしたりとか、まあ、スマートフォンならではのですねトランジションっていうものを、まあ、結構いっぱい取り入れてまして、まあ、僕らしいというかいろんなこうトランジションをつなげて場面展開していくんですけども、その主人公あのボーカルのですね斉藤さんがですねいろんなところにですね迷い込みながらどんどん映像が展開されていくんですけれども、まあ、そこをですねトランジションを使って場面展開をしたっていう構成になっています。実際まあこの iPhone でも機動性とかですね超ローアングルとか、まあ、いろんなその iPhone にしかできない、まあ、表現とかもあるので、まあ、そういったものをですね取りに入れてるっていう感じですね。で結構やっぱりなかなか本当動きのある映像なので、まあ、飽きないような映像になってるかなというふうに思います。今回はですね、他にも実はですね360度カメラもちょっとだけ使ってまして、360度カメラを使った、まあ、表現だったりとか、まあ、最後の階段登るシーンとかあるんですけれども、そこも実はですね釣り竿に360度カメラをつけて撮影しているんですけれども、まあ、そのあたりもですね撮影の裏側も含めてちょっとお話ししていこうかなというふうに思います。実際のですね、まあ、撮影風景なんですけれども、ミュージックビデオの場合はですね音楽をこう流しながらそれにまあ口ずさんで撮影していくっていう感じなんですけれども、まあ、今回はですね結構トランジションで室内からまあ外にとか、まあ、あのトランジション、まあ、移動したりするので演技とかですね結構していただくっていう形でですね、まあ、斉藤さんの方に演技を室内から外に行くんでちょっと驚いた感じとか、まあ、そういったちょっと演技をこういう風にしてほしいっていうのをですね、まあ、していただいて、ここから一旦それで撮影をして、そのデータをですね本当 iPhone で撮ってるので、そのままパソコンに転送して、パソコンでもうその場で全部編集をしてチェックをしていくという形で、まあ、モニターもですね別で出しているんですけれども、モニターと実際にまあ編集した画面をですねチェックしながら、まあ、撮影の方はですね進めていったっていう形で、結構そのデータも軽いのでその場で全部チェックして、うまくちょっとつながってなかったりしたらもう一度ちょっと撮り直しとかをしながら、進めていったっていう形でですね、まあ、結構なんか説明とかも本当に難しく、なんか室内から外にトランジションするんでっていうのもですね、まあ、結構なかなか伝わりにくいんですけれども、そこはですね現場の皆さんとかが把握していただいてですね、結構うまいことですね、まあ、スムーズに進んだっていうところで、本当にいろいろご協力いただいたっていう感じでですね、うまくいってよかったなと思うんですけれども、まあいろいろこうシーンを切り替えるところでテクニックとか、まあ、僕なりの工夫みたいなのをやってるので、その中でもですね特に難しかったポイントみたいなところのトランジション3選みたいなのがあるので、まあ、そこをですねちょっと映像を見ながらちょっとお話ししていきたいなというふうに思います。解説していきたいと思います。まあ、一つ目はですねやっぱりこう1カット目はですね結構こう動きの最初のまあシーンになるので、まあ、ここでしっかりと掴んで映像をまあ見てもらえるような感じで、結構まあ動きのある映像をですね後ろ側から前に寄っていって
そこからまあ時計を見て外にあのトランジションするっていう形で、まあ、かなりこう動きのあるような形をとってます。でここはやっぱまあ映像の冒頭なので、しっかりとまあ動きがあるような感じで展開していきました。いやでもここも天気本当晴れてよかったですね。めちゃくちゃ綺麗ですね。でここからまあいろんな本当展開をしていくんですけれども、やっぱりですねすごく大変だったところがですね、まあ2つ目なんですけども、2つ目はですねドラマの現場に迷い込んだ後ですね、この画面上にこう今をっていうところですね入っていくんですけど、これをですね本当いろんなところに行くっていうところが、いろんなところでこうガメラを持ってですねそこに入っていくっていうことですね、これはどっちかというとちょっと編集の方になってしまうんですけれども、見ていただいたらでもすごい勢いで画面の中に入っていくんですね。でこれはですねグリーンバックでカメラをまあグリーンにしているんですけれども、今をっていうのをこう口ずさみながらそこの画面に入っていくと、この後のシーンなんですけど、この3つ目のこの3分割ですね、これもめちゃくちゃ大変だったんですけど、こう綺麗にですねあの移動するんですね。斉藤さんが左行ったり右行ったりして移動するんですけれども、この移動がですね綺麗に行くかっていうところがですね本当難しくて、現場もこう僕も含めてこう下がってるんですよね。こう動きながらあの撮影してるんで、しっかりとその左に行くタイミングとか右に行くタイミングとかを結構こう現場で合わせなかったといけなかったんで、ここはやっぱすごく大変だったなって感じですね。でここの階段の最後のところ、まあ、あるんですけれども、ここはですね360度カメラで釣り竿にですね360度カメラを釣って、上げてるって感じですね。でここもですね本当にこうタイミング合わせたりとか、まっすぐこう上げていくっていうのがですねすごく大変で、一定間隔でこう上げたりとか、これまあちょっと回転入ってるんですけど結構早く回転したりとかですね、まあ結構本当いろいろ気をつけないといけないことがたくさんあってですね、全部でまあ4回ぐらいですかね、最後の撮影のシーンだったんですけど4回ぐらいまあ撮影して無事撮影できたっていう感じですね。まあ、全体的にはまあ上からこう下に切ったりとかで、まあ、いろんなトランジションシーン切り替えて撮影してるんですけれども、特にですね、まあ、僕が本当に難しかったというか大変だったシーンはですねその3つですかね。ここは本当にすごい大変でしたね。まあ、実際今回は僕はあの編集の方はしてないんですけれども、撮影でですね、まあ、編集の立ち会いの方はさせていただいてですね、画面見ながらですねなんか綺麗に行った時はなんかよかったなみたいな感じだったんですけど、メンバーの皆さんですね協力いただいてですねいい作品ができたかなというふうに思ってます。ということで、ここがですねちょっと僕がまあ撮影して気をつけたポイントとか、ちょっとまあ難しかったポイントみたいなところですねお話しさせていただきました。撮影する中でですね難しかったところもあるんですけれども、まあ、もう一点ですね、最後夜のシーンがあるんですけれども、iPhone って結構夜のシーンとかってちょっとノイズがまあ乗ったりするんですけれども、しっかりとですね屋上のところもですね、まあ、ライトとかをですね焚いたらそこまでまあノイズが乗らなかったりするので、明るさをですねしっかり確保すればそこまでノイズが乗らないんだなっていうのをですね今回発見したので、意外に夜もいけるんだなっていうところですね。ということで、今回はですねスマートフォンを使って、ミュージックビデオをですね、まあ、撮影させていただいたということで、難しいところとかたくさんあったんですけれども、綺麗に映像をつなぐことができたのとですね、本当にまあ僕が思っている以上にですねやっぱり多くの方がですね携わってご協力いただいて作品っていうのはやっぱこうできてるんだなっていうところの、まあ、作品のまあ裏側というかですね、まあ、そういったところもですね知ることができてですね本当にいい機会をいただいたなというふうに言っているので、本当に今回ですね一緒にこの作品携われてよかったかなというふうに思います。ということで、今回はですね、ちょっと初のですね、まあ、ミュージックビデオ、しかもスマートフォンで撮影してみたということで、撮影した僕の感想とか、まあ、難しかったポイントとか、まあ、こだわったポイントも含めて、ちょっとお話しさせていただきました。ということで今回の YouTube は以上になります。また次回の YouTube でお会いしましょう。バイバイ。ちょうどいや、めちゃくちゃうますぎて、全然美味しそうに見えません。ライティング、あー美味しそう、あー美味しそう、あー美味しそうですね。めっちゃうまそうじゃない、普通に。めっちゃ早く食べましょう。